自動車のメーターに使われたダイヤルダイヤルダイヤルはアナログ時計やアナログメーターなどの円盤状の文字表示面および昔の電話機やテレビチューナーなどで使われた同様のものを回転できるようにした入力機器電子工学の発達により数値を直接に入出力できるようになったためかつてほどはダイヤルは使われていない特に電話機とテレビでは 入力の目的が選択であり、量的な明かりやすさはメリットとならないため、ダイヤルは完全に姿を消した。それでも、次のような分野では、今でもダイヤルが使われている。日本の壁掛け電話機。受話器を外してから、めぐる天板を回して、電話番号を入力し、電話機本体にある送話機に向かって話す。自動交換機の導入により、電話機は、 電話番号を発信する必要が生じた。このための機構がダイヤルである。回されたダイヤルがバネの力で逆方向に回転し元通りに戻ることで盤面の数値に対応した個数のダイヤルパルス信号が発せられる。なお、例はダイヤル上では9の次にあり10個のパルスが発せられる。ダイヤルを使わない電話機も従来の交換設備を利用できるように ダイヤルパルス信号を発することができる。今でも電話をかけることをダイヤルする、ダイヤルを回すともいい、電話のサービス名称にダイヤルをつけることがある。ありがとうございます。